川和車両基地は、神奈川県横浜市鈴木区川和町に所在する、横浜市営地下鉄、グリーンラインの車両基地である。2008年3月30日、グリーンライン、日吉駅中山駅間の開業に伴い、使用が開始された。川和町駅と出入庫線でつながっているが、構造上、川和町駅の旅客ホームへの直接の出入庫は、できない。 川和町駅に直接出港する場合、中山駅方面だと駅の先にある引上げ線で折り返さなければならない。車両基地には15編成60両の車両を収容可能である。列車検査、ガツ検査、重要部検査、全般検査など、すべての検査業務は協力会社の JR 東日本テクノロジーに委託している。建設中に、 農薬工場跡地であった敷地の一部から基準値を超えたヒ素が検出されたため土壌汚染への対処が行われ不要化処理、車水シートコンクリートで封じ込めがなされた汚染土は車両基地の北端の線路下に埋め戻されたグリーンラインの本線では 50kgMN レールが使用されているが車両基地内は 通りトン数が小さいことから4 0ラム m n レールが使用されている。車両基地内の鶴見川沿いの部分は人工地盤になっており、その下には神奈川県が治水事業として建設した川は遊水地が設けられている。これは全国発の取り組みである。ありがとうございます。